フィッティパルディ F8 は、ハーベイ・ポスルスウェイトとエイドリアン・ニュウェイによって、設計したフォーミュラワンカーで、1980年、西ドイツグランプリから1982年、イギリスグランプリまでフィッティパルディチームによって使用された。シーズン当初は前年まで参戦していた、ウォルター・ウルフ・レーシングのマシン・ウルフ WR9 の改良型 F7 を使用し、 エマーソン・フィッティ・パルディが第4戦西アメリカグランプリ、ケケ・ロズベルグが開幕戦アルゼンチングランプリで3位表彰台を獲得するが、第9戦西ドイツグランプリにて、新車 F8 を投入してからはすでに勢いが下降しており、第12戦イタリアグランプリでロズベルグの5位、入賞以外目立った成績を残せなかった。エマーソンが前年をもって引退、アマベブ社が撤退したため、 メインスポンサーのない状態に陥る。マシンはゲイリー・トーマスによる改良を施した F8C を使用。ドライバーはロズベルグと新人のチコセラを起用し、序盤戦は中段グリッドに位置につく前線を見せるものの、徐々に低迷し、終盤戦になると予選通過もままならない状況になり、結局両者もに入賞なしに終わる。十二年シーズンから、 セラの1カー体制で参戦し、前年型の改良型 F8D を使用。タイヤはグッドイヤーからピレリに変更。序盤のベルギーグランプリで幸運な6位入賞を獲得するが、それ以外は後方に渦漏れ、第11戦フランスグランプリから新車 F9 を投入するも向上せず、シーズン終了後にチームは F1 から撤退することとなった。 1F7 によるポイントも含む、ありがとうございます。